そうですね、やっぱり加入したばっかりの頃はとにかくこう周りの人にいっぱい怒られていたので、もうこれ以上怒られないためにはどうすればいいんだろうっていうことを考えていました。そうですね、印象に残っていることは地元でのコンサートです。こうやっぱり初めて地元でコンサートした時はすごく不安で、なんかこう同期の子がなんか地元でコンサートとかをしてる時にやっぱその子のこうコールが起きたりとかするんですよ、普段アンコールが起きるところで。でその子がすごく歓迎されているのを見ていて、私はやっぱその当時は全然コンサートとかでも目立つ場所もなかったので、こんなさゆみなんかにさゆみコールをしてくれるのかなってすごく不安だったんですけど、不安のままステージに出たらこうファンの皆さんがこういつも以上に私のこう応援を一生懸命してくれて、さゆみコールもしてくれて、もう本当に嬉しくて、なんか地元コンサートってもうとにかくあったかくて幸せな空間だなって思います。だからこそ卒業発表も地元コンサートでしたいっていうこだわりがありました。アイドルは可愛いです。いや、可愛くなくちゃいけないと思います。やっぱり顔はもちろんなんですけど、仕草だったりとか表情とかも可愛いのがアイドルだと思います。だからこそ私も可愛いうちに卒業したいって思いました。私はうーん欠点だらけのアイドルです。歌もダンスも下手だし、口を開けば文句ばっかりだし、バカだし、バカなのに計算はするし、なんかこんなアイドル自分だったら絶対応援したくないなって思います。なんですけど応援してくれる皆さんがいるので本当に感謝の気持ちでいっぱいです。シャバダバドゥです。シャバダドゥドゥドゥルドゥルドゥ、シャバダバドゥドゥドゥ、シャバダドゥドゥドゥルドゥドゥ、シャバダシャバダバドゥドゥドゥ、シャバダドゥドゥドゥルドゥルドゥ、シャバダバドゥドゥドゥ、シャバダシャバダバドゥドゥドゥ、シャバダ。メルシー。
はいこまなる電車の座席みたい。よくメモっとけよ。はい、内緒の内緒で今だから言うわ、初恋のお話はね、なんてことあるわけないでしょ、全部はこの胸の中。アイス時計着たけで少した後、ニキビの顔見て落ち込んだりしたいけど、一緒に少しだけ気づくしたくないか、全部が大切だよ、全部宝物だよ。シャバダバドゥドゥドゥ、シャバダドゥドゥドゥルドゥルドゥ、シャバダバドゥドゥドゥ、シャバダドゥドゥドゥルドゥドゥ、シャバダ、シャバダバドゥドゥドゥ、シャバダドゥドゥドゥルドゥルドゥ、シャバダバドゥドゥドゥ、シャバダ、シャバダバドゥドゥドゥ、シャバダ。可愛かったですね。可愛い。今日前髪もいい感じ。わあ可愛い。今日のセミも可愛いな。可愛い。いい感じ。やっぱりセミが一番可愛い。